木刀木刀、あるいは木刀は中国刀の一種で柄の長い両手持ちの武器であることから、そう主体の別名がある。一般的な木刀の全長は1.5メートルから2メートルほどで、その内刃渡りは60から70センチメートルほどの柳刃が棚に似た刀身である。だが、刃は研いでいない、切れない刀のため、切れ味は鈍い。刀剣よりは、 生流円月等に近い武器であり、日本の長巻きとよく似ている。また、韓国でも、極度と呼ばれる木刀に似た武器がある。木刀は、宋の時代に開発された武器で、太刀の所持が許されなかった民間が太刀の柄を短くしたのが始まりではないかと考えられている。その経緯から、軍隊における正式の武器よりは、民間人の武器として定着していた。真の時代になると、 正式武器に加わっている。新末期の太平天国の乱において、太平天国軍の兵士が愛用したことから、太平型棚の異名もある。壮大に生まれた武器として、小説、水滸伝では、手導大王、竜刀、円順といった高官が愛用している。中でも辣王は、高級の重邸、高錬を木刀で打ち取っている。川首草杉、草羽虎がみなり横。 一木刀和高連基作両団、水古殿、第54回運流東賀舞砲箱を安、黒旋風、元無穴、救い祭祀により、ありがとうございます。